18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。バックフォーブラッドの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、バックフォーブラッドを絶対お金欲しいマンビルドを紹介ということでね、先日ライブ配信でこのお金たくさん集めるビルドみたいなのを検証してたんだけども、それをもうちょっとね使いやすく練ったので、今日はこれをね紹介していきたいなと思います。でバックフォーブラッドもだいぶみんな慣れてきて、もベテランでもね楽勝みたいな感じになってきてるとは思うんですけれども、まあ、まだまだねちょっと難しいところもあると思うんでね、お金やこのビルドはベテラン難易度だったらどのステージでも通用すると思いますんでね、よかったら参考にしてみてください。で本日の動画の概要なんですけれども、まずこの絶対お金欲しいマンビルド、どんな感じの戦い方になるのかというのをね紹介して、で次にデッキ構成を少し詳しくちゃんと紹介して、で最後実戦に行ってみたらこんな感じになりましたよというのをね紹介して終わりにしたいなと思います。いや、バックフォーブラッドね、未だにね面白くてずっとやってるんだけれども、ワールドウォーゼットの方にもねアップデートとかちょっと入って、ワールドウォーゼットもやったりしてるんですけどもね、よかったらねワールドウォーゼットも結構面白いゲームなんで、バックフォーブラッド好きだったらワールドウォーゼットも面白いと思うんでね、そちらの動画の方もよかったら覗いてみてやってください。いやでもだいぶねデッキとかカードとかもみんなだいたい把握してきてね、落ち着いてきたかなってところありますよね。でこの絶対お金欲しいマン、どんな感じになるかと言いますと、一ステージ終わると大抵の場合3000から6000ぐらいなんか手元にあるという感じのビルドだと思います。最初はね1500とか2000ぐらいだと思うんだけど、どん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 増えていくみたいな、なんかそんな感じです。で高機動なのでかなり移動しやすいし戦いやすいということになっております。あと逃げやすいということですね。回避がすごい得意なので火ダメが少なくなるかなという印象です。で爆破とか火炎攻撃を強化するカードを入れてあるので、爆破とか火炎攻撃に特化してるんですね。なので得意変異体のそのブルーザーとかオーガーとか、そのなんだっけ、ブレーカーか、ブレーカーとかに対してこの爆破物とかを使っていくとかなり強力な火力を発揮するという感じです。で、まあ、どんな戦い方になるかというと、駆け回って基本お金は集めるんだけれども、今言った爆発物が得意なので、これで変異体とか群れ、大量の敵を殲滅して回るという感じのクラスで、高機動なので基本どのステージでもベテラン難易度までだったら通用するという感じになります。でデッキ構成の方なんですけれども、まず危険手当を入れたいかなと思います。全部のお金のカードを入れてももちろんそれはそれでいいんだけども、そうするとなんか無駄も多いかなみたいな感じだったので、まあ、ちょっと絞ってこれだけあれば十分なんじゃないかなという感じにしてみました。で次が同化スカメンジャー、これでどこにね同化が落ちてるかが分かりやすいということで、山盛り同化があと出現率が上がるのでね、これだとお金が手に入りやすいという感じですよね。で次に入れたいのが賞金稼ぎ、これが結構効率がいいので入れたいかなと思います。で変異体を倒すとお金がもらえるんだけど、変異体300までもらえるんですね、最大で。だから30体ぐらい変異体倒せば300もらえるので、これはでかいなという感じです。次に幸運の同化、これを入れると 35% の確率で 35% の追加同化を得られるということなんだけども、結構なんかもらえる額が増えるんですね。これちょっと数えてないんだけれども、これかなりでかいんじゃないかなと思います。なので幸運の同化を入れたらいいんじゃないかなという感じです。で次がこの福利厚生だよね。福利厚生でセーフルームに到着するたびに持ってる同化の10% をもらえるってやつにしておくと、そのゴールした時に例えば、まあ、3000持ってたとすると、次のステージ始まった時になぜか4500ぐらい持ってたりするんですよ。なんかすごい額もらえるのねこれで、まあ、このカード全部ついてるとってことだと思うんだけれども、それですごいねこの計算通りにならないんですよ。大抵のカードがこの計算以上にバーンとお金もらえるみたいな、なんかそんな感じだと思っていいと思うんだけど、金の亡者を入れてももちろんいいんだけれども、金の亡者まではいらないかなみたいな感じなので、私はこれで十分かなと思います。で他のその空いたカードを私の場合は高機動に入れていたり、その攻撃力の方に回したりという感じですね。でお金の方はこれで十分なので、次に高機動の方を入れていきたいと思います。でも高機動は基本3枚で大丈夫だと思います。まず全力ダッシュ、これで移動速度がダッシュ以外でも 15% アップと。で強心臓を入れることでダッシュ効率が上がるんですね。このゲームダッシュ効率を上げた方が最終的に走れるスピードが出る距離が長くなるので、まあ、ダッシュ効率を上げていくのがいいとは思います。少ないカードでねすごい速く長く走れるようになるのでいいと思います。
で次にスプリンター、これを入れれば強心臓とスプリンターでダッシュ効率が約 1.5 倍になるということなので、かなり速く走るんですね。で何がいいかっていうと、スタミナが万が一切れた時にダッシュ効率がいいとまたすぐ走れるようになるんですね。これがかなりでかいかなという感じです。で次にアイテム、爆発物の攻撃力を上げるのに爆発専門部隊、これを入れてしまいます。でその後放火魔、これで爆発系のダメージ、あ、自分への防御力も上がるんだけれども爆発系のダメージが2倍になると、だからフラグ一発で相当のダメージを与えられるようになるという感じですね。で放火魔、これもねなんか地味に強力なので入れておきたいかなという感じです。だから投げ物で硬い変異体とか大量のゾンビとかを抑えたいとき、もしくは大ダメージを与えたいときにこの2つが役に立つという感じになります。でオフェンスアイテムを多くするためにグレネードポーチと予備ポーチを入れて、で次に爆発注意かな、爆破注意を入れると、これはオフェンスアイテム、投げ物を投げるとヘルスブーストがちょっとかかって移動速度が 20% も上がるというやつなので、これすごく便利なので、まあここまでカード使うことはほとんどのステージでないんだけれども、まああとはドライバー入れて超集中で攻撃力、弱点へのねダメージを 1.5 倍にするとかを入れておくとさらに攻撃力が上がるかなという感じです。ではですね、実戦の方ちょっと行ってみたいなと思うんだけれども、まずそのアクト1、ベテランのアクト1の一番最後のスタート地点から出るとすでに4000使えるんですね。なので買い物のところで好きに使ってもいいし、オフェンスアイテムのスロットが増えるってやつ、オフェンスアイテムもっと持てるってやつがあったら優先的に使ったらいいと思うんだけれども、もし余ってたら仲間にポイポイ配ってもいいし、いい武器が、まあでもベテランのアクト1でこんなにお金あっても使わないかなみたいな感じなんだけどとりあえずこのままどんどん進んでいったらいいかなとは思います。いい武器とかね、オフェンスアイテムアップグレードとか、そういうアップグレード系だよね、アップグレード系にどんどん使っていったらいいんじゃないかなとは思うんだけれども、普通のクラスで出てくるとお金系のカード全く入ってなければ3000スタートかな、だから十分もうすでにあるんだけれども、まあとりあえずね、とりあえずどんな感じになるかということでやっていきたいなと思います。最初の方だと 1000円あるのが1500になるとか、なんかそんな感じになると思ってください。でこの辺のねお金とかをどんどん集めて、なぜか取れないんだけどこっちからなら取れる、あこれ、ああ開いてない、取れた。これでねもらえる額がちょっとずつ増えているので、全部で500、まあ1000、例えばこの車とかから手に入れたとすると最終的に1600ぐらいとかになったりもするので、ああ開いてない、鳥を驚かしたやばい。ただ高機動なので、まあ敵から逃げるのも簡単だし、なんか飛んできた時に回避するのも簡単だし、非常に使いやすいと思うのでね。で戦闘力ってなると、普通の射撃とかね、あの近接とかは別に強化されてないんだけれども、リロードもねいつも通りなんだけれども、おっとやばい、これはエヴァンジェルだからよかったけど、まあもしね捕まるのが怖かったら脱出のカードをどっかで入れてもいいし、もしかしたらスタンガンを常に持ってるようにしとくと安心かなとは思うんだけど、でもあれだよね、ツールキットで開けられる部屋開けるとすごい大量にお金が入ってるから、そこでもう大量にまたもらえるんでね、ツールキットはぜひ持ってたいなってところなんだけども、まだエヴァンジェロキャラは選ばないんだけれども、エヴァンジェロとかホフマンがいいんじゃないかなとは思います。ホフマンだったらね、あのグレネードを投げれる数が増えるので、グレネードがね本当強力になるので、もしくは火炎瓶が強力になるんでね、ぜひね使ってみてください。でもずっと毎回変異体ブルーザーとかにぜひ毎回トールボーイに投げてたらすぐなくなっちゃうので、まあ、この落ちてるねガソリンとかプロパンタンク、こういうのをねどんどん使っていくとすごい強力なので、もしね苦戦しているステージがあるとか、なんかなかなか変異体が硬すぎて通れないとか、弾がすぐなくなっちゃうって人はね、こういう落ちてるやつ、爆発物をね使っていくっていうのをちょっと意識してみるといいんじゃないかなと思うんだけれども、これで OK だね。でフォードとか起こって、もうまあ普通に戦えるんだけれども、やばい危ないあれは食らいたくない、あーやられちゃった誰か、これ何もらっとこうか。アタッチメントとかでもね十分あのスピード上がったりとかするので、あー ストックだよね、特にストックのいいやつ、レジェンダリーのとかになるとほんとすごい速くなるので、かなりおすすめです。武器もねアタッチメントで意識していくっていうのがいいんじゃないかなと思うんだけど、まあグレネードはねこういう狭いところで追い詰める角に追い詰められちゃうって時用に1個は取っとくといいと思うんだけど、トールボーイとかが迫ってきたらああやってバーンって投げちゃえば一発でベテランだったらほぼ倒せるので、もし生き残ったとしてもその
あとちょっと射撃すれば大抵1マガジン持たないと倒せちゃうので、まあ追い詰められて死んじゃうってことはあんまりないと思うんだけどね。もしどうしても追い詰められてフォードがすごい大変だってなったら、もう走って広いところ、広いところだったらまず捕まることないので、広いところに逃げてバーって走り回るというのがいいと思います。で倒れてる仲間がいたら倒れてる仲間のところに戻って補強を起こして、もし倒れてないんだったら引きつけた敵を後ろ向いてバババババって一直線にやっつけたり、そのプロパンとかガソリンが落ちてるところ通り過ぎたら撃って、そこで一気にやっつけちゃうとか、なんかそういうことが可能なんでね、まあ、逃げると広いところが得意というのは覚えておいてください。まあ、でもこのゲーム高難易度になってくると高機動がある程度ないと本当どうしようもないみたいな感じのところあると思うので、逆に言うと高機動がさっきの3枚ついてるだけでもう敵が全く追いついてこれないみたいなところあるので、もしベテラン難易度とかビギナーでも始めたばかりの人とかですぐ倒れちゃうっていう人、リルンに追い詰められちゃうっていう人いたらね、この高機動の部分だけでも真似して、ちょっと3枚だけだから3枚何かと入れ替えてやってみると全然生存率が難易度が変わってくると思うのでね、ぜひ参考にしてみてください。270ももらえたね。なんか多い時はね、どういう計算か分かんないんだけど300ぐらい手に入る時あって一山みたいなのから一山だと思うんだけど、いくつか連続して取るとそれがまとめてとかそういうことになるんだと思うんだけど、なんかねチャ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 って集めただけなのに、その特にツールキットで開ける部屋とかでね、あそこに大量にあったりすることあって、それパパパパって集めてやると450とかいきなりもらえたりして、なんだこりゃみたいな感じのね、あのカードデッキということなので、まあ、お金にはほぼほぼ困らないという感じだと思います。これでお金だ、仲間にね配るつもりでどんどん集めていくっていうのがいいと思うし、こうやって回復のところでもね贅沢に使えるので、回復のところにも400ポポポポイって落としてあげればヒットポイント少ない仲間ね回復できるので、まあ、1人お金担当がいるとねこのゲームは楽になるんじゃないかなとは思うんですけれども、で攻撃力もね、投げ物とか爆発物が非常に攻撃力高くなっているので、全く足手まとい、攻撃で足手まといになるということもないと思います。でちょっとねこれ仲間にオーガーとかに捕まって、あの仲間と離れちゃったんだけど、これでもね全然あのサッて抜けてわーっと走っていけば追いつけるので、仲間もね必ずどっかでスタミナ切れになったりして止まったりするので、そこでね必ず追いつけるという感じになります。離れちゃったと思ってもね焦らないでスタミナをちょっと回復して、よし一気に行くぞって言ってバーッと抜けていくと、まあ、大抵の場合大丈夫という感じで仲間と合流できるという感じのビルドです。あとはお金を落ちてたらサササって拾っていけば、まあ今のステージだと6000ぐらい最後あるという感じなんだけども、最初3000ぐらい持ってたからね、まあ、よかったらねベテランでパーティーに1人いたらいいんじゃないかなと思うし、高機動ビルドだから戦闘もねストレスなく結構遊べると思う、楽しくね遊べると思うので、おすすめのビルドだと思います。よかったら参考にしてみてください。それじゃあね今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またなんかね面白いビルドとか役に立ちそうなカード構成とかねあったり、あとアップデートだよね、アップデートがそろそろ来るんじゃないかなという話はあるんですけれども、もしアップデートの情報とかあったらねすぐにお知らせしていきたいと思いますので、まだの方はよかったらチャンネル登録とかよろしくお願いいたします。あとはライブ配信とかね月水金とやってますんでね、夜8時ぐらいからやってますので、まあバックフォーブラッドの時もあれば、さっき言ったワールドウォー Z 似たような感じのシューターゲームなんだけど、ワールドウォー Z とかねやってたりもしてますんで、よかったら覗いてみてやってください。それではラビットでした。皆様の良きバックフォーブラッドライフをお祈りしております。おいじゃまたね。